はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリーです。今から始めるドラクエで続きをやっていきたいと思います。本日はね、光の神殿に来ているので、マデサリベンジですね、やっていきたいと思います。で、一緒に行っていただくメンバーはサポで、キリアさん、モモカさん、ヒメコさんになります。で、僧侶僧侶賢者でバダルさん魔法使いでやってみようと思ってます。でね、動画の 方とかでね、コメント等いろいろいただきまして、いろんなねアドバイス、もらいました。でですね、結局バラルさん魔法使いで行こうと、魔法カンタが使えるのというのと、あと死んじゃってたね、なんだっけ、なんとかの世界、なんとかの世界、正常の世界、違うかな、そこでなんかあれが使えるんですね。ラリホーが。で、ラリホーを使えるっていうのが分かったので、ちょっと魔法使いで行こうかなと思いました。でね、これ4回目で、3回目の撮影をね、ちょっとアップしてないんですけど、3回目の撮影でちょっとラリホーを使うところまで行ったんですけどね、負けてしまったということで、今回4回目になりますね。ということでね、行きますかね。でもって、そうそう、持ち物でエルフの飲み薬持ってきました。アストルティアナンバーワンの女性、アサギちゃんからもらったエルフの飲み薬ね、持ってきてます。で、まあ、あとこんな感じで、いけるかなと。まあ、エルフの飲み薬、うまく使いどころがあるといいんですけどね。で、作戦は、ちょっと悩んだんだけども、まあ、この作戦でいこうかなと思ってます。まあ、賢者をガンガンにするっていう手もあるかなと思うんだけど、ちょっとまあ、手堅くね、いこうかなと思うんですよね。まあ、行ってみますかね。ちょっと緊張の瞬間ではあるんですよ。毎回、ボス戦はね、なかなか負けられないし、なおかつメインストーリーのボス戦は長いんでね、撮影時間が。前回3回目に行った時にはですね、ハードディスクの容量が足らないって言われて途中で止まってしまいまして、で、撮影中じゃなくて試合中にね、一旦ハードディスクのいらないものを削除して、で、続きを撮影という、なんか悲惨な状態になりながら結局負けちゃったんですけどね。で、今回いっぱい容量開けてきてるので、それはないと思います。じゃあ行ってみますかね。この先にはトーマが腕を掲げたままずっと待ってますんで、中1日空いてます。3回目撮影してからね、ちょっと行ってみますかね。ほらね、掲げて待ってますよね。疲れんだろうに。じゃあちゃちゃっとね、倒していきますかね。まあ強いでいきますか。で、ちょっとアンヌシアの作戦を確認したいんだけど、バッチリ頑張りになってるね。まあいいか。で、トーマは、あ、これ死んだか。死んだな、いきなり。うわー、そうそう、三連切りみたいなにね、いっぺんに切ってくんだよね、トーマはね。だなるべく離れてた方がいいんだよな。で、魔力覚醒してガンガンにバラルさんは行きましょうね。さっさと終わらせるんだ、トーマ戦は。結構やられてんな。どうしよう、トーマの怒り沈めようかな。沈めてもすぐ、あ、沈まったね。沈めてもすぐ怒っちゃうんだよね。
う死ぬことを前提にやった方がいいんだろうな。ちょっと暴走魔法陣作ってみますか。あ、しまった、卑弥呼さんのところで作ればよかったな。まあいいや、しゃあない、今さらだ。まあ暴走しないかな。ちょっとした、ちょっとした、ちょっと強くなってるかな。討伐戦をさっさと終わらせて次に行きたいんだけど、次がまたな強いんだよな。思った以上に強いんだよね。どうしようかと思ってるんですけど、なるべく離れてほしいな。黄色くなってからの討伐も意外とね持ちこたえるんですよね。何回か来てるから知ってるぞ、その辺りは。さあどうしますかね。覚醒して、あ、連続斬りされたね。うわ、二人いっぺんに落とされたわ。トーマ強いな、味方に欲しいですね。味方に欲しい、トーマは。やば、こっち来たな。ちょっと離れてようか。一人になってた方がいい。やっぱやられたね。固まってるといっぺんに切られちゃうからね。でちょっと体勢を立て直しつつ魔力覚醒とかして、よし、これで攻撃だ、再び攻撃。桃花さんどこにいる、桃花さんとこ行って、ちょっと魔法陣をね作ろうかと思ったけど、そばに行っちゃったね。いや、もうここでやりますか。ちょっと近いな、近い、いっぺんに切られる可能性があるから、まあ、この呪文だけ唱えさせてくれ。そしたら離れるから。あ、その前に死んじゃった。っていうかあれだな、凍てつく波動みたいなのあったのか、切れちゃってるな。暴走魔力覚醒とか、もう MP がないぞ。でも大体 MP 切れになる前に倒せてると思うんだよな、確か。そろそろ落ちるはず。落ち、落ちた。MP 切れにはならないんだよね。あ、5分近くかかってるぞ。ずいぶんかかったな。で、ムービー類はね全部カットしていきますので、見たい方はね、あの前の方の動画をご覧になってください。撮れてるので。で、ここだよ、ここも意外と強いんだよ。ここはね、あ、これ思ったね、アンルシアがどれだけね、あの攻撃をやってくれるかどうかなんだよね。そこに全てがかかってるんだな。まだまだチャージが来ないよね。アンルシア死ぬなよ、意外と時間かかんだよ、ここでね。あー、耐えた耐えた耐えた、攻撃チャンス、攻撃チャンス。もう一発入んないかな、これ。入んなかったかな。ギリ入った。ギリ入ったわ。
よし、これ持ったね、これ持ったね。アンルシア、頼むわ。倒れんなよ。だいたいここでね、アンルシアが落とされちゃう場合があるんですよね。でしょう、落ちたでしょ。落ちんだよ。復活に行った？どっち復活させに行ったかな。じゃあ、ひみこさん復活させよう。やべえ、近づきすぎたか。今の近づかなければよかったのか。近づいたか やられちゃったような気がする。攻撃チャンスだけど、あーチャンスだけど、ひめこさん攻撃してくれ。復活させるよね、そこはやっぱね。復活だよな。まあいいや、ここは体勢を立て直す回ということで。間に合わないな、やめとこう。魔力覚醒してちょっと準備だけね怠らずにやっておいて、で普通に攻撃しよう。マレサゴーラのこのロストアタックかな。頼む、聞いてくれ。 OK。これもないから使っちゃおうかな。この辺メラガイア使っちゃってもいいか。でね、コメントでサポの立ち回り方をねいただいてたので、これや使っちゃおう。入るよね、ちょっとしか入れなかった。でサポのね立ち回り方をちょっと参考にしながらやっていければなと思ってるんですけど、なかなかそれを意識しながらやるのは難しいぞと。なるべく広い方へ広い方へね、逃げていればいいみたいですね。そうするとサポが直線的に動くからどうのこうのと書いてありました。詳しくはコメント欄をお読みください。うまく把握できてなかった。ちょっとまとめてやられた。あの攻撃の時ちょっと離れてないといけないな。オッケー、復活したね。とにかくバラルは離れてよ、その方がいいと思う。よし、これ持ったね、これ持ったね。よし、ここ攻撃チャンスになる。アンルシア頼むわ。やばい、アンルシア死んじゃったわ。起きた？まだ一人倒れてる？これ攻撃しても多分ここの状態ダメじゃないかな。そうだよね、これ持ってるもんね。アンルシアまた倒れたのかよ。頼むわ、要なんだよ。これ持ってる時何もできないからね。ベホマラ来たよね。 OK、レンチボールで、あーやべ死んじゃった。攻撃準備してるよね、やべ。せっかくここで、よし、着替えた。攻撃するしかない、ここはするしかない、するしかない、するしかないけどコマンド来ない。もう一発
かな。ちょっと間に合わないか。ギリ入る？入んなかったかな。ギリ入ったっぽい？そうそう、ちょっと MP 回復をしておこうかな。賢者の聖水。キリアさんも回復しておこう。ももかさん回復。で、必殺チャージ来たけど、怒りは静まったね。キノコさんいいや、これ大丈夫だ。これ黒持ってる？もしかして大丈夫かな。これ大ダメージになるじゃないか。あ、やっぱりな、失敗したわ。こう逃げなきゃいけなかったね。今は別カードを着てる。こっち側にいた方がいいかな。なかなかここがな。よし、これ持ったね、これ持ったね。チャンスだよ、チャンス、チャンス、チャンス。で、なるべくちょっと離れてよ、ここは。できれば、ロストアタックをかけておきたいとこだな。その前に来そうだな、アンルシア。大丈夫か、死んじゃったか。よし、耐えた、耐えた、耐えた。ミコさん落ちちゃったけどね。ちょっとここは攻撃を優先する。ゾーマも入っちゃえば嬉しい。おし、3つ入ったね。 OK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 、 いいんじゃないですか。じゃあバラルさんは MP 回復。なかなかな、黄色くならないからな。ロストアタック入るかな。まずいと思ったら、MP 回復、キリアさん MP 回復しておきたいな。あとはバラルさんももう一回 MP 回復しとこうか。おし、まとったね、まとったね。魔力覚醒とか OK だね。やべえ、大丈夫か。ここはちょっと待ってて。ちょっと瀕死だぞ。よし、来た。よし、黄色くなったぞ。もう一発入んないかな。もう一発ゾーマ頼む、入ってくれ。ギリ入んなかった。お、入ったね。 OKOKOK、 いいんじゃないですか。で、 MP 回復ちょっとなるべく離れよ。これで、MP 回復。もう、ももかさんとかも回復しておこう。ひめこさんも回復しておこう。OK。で、必殺入れちゃう？せっかく来たから。入ったね。途中でこれムービー入れば多分死なないと思うんだよな。やばい、電気ボール来てるな。耐えてる、耐えてる、耐えてるね。よし、で攻撃していこう。よし、これ持った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 から準備して
アンルシア落ちちゃっちゃダメなんだよ。もし復活してる、なるべくこっち側にいいよ、こっち側に。ロストアタックかけておきたいな、できれば。あ、静まった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 けどやられちった。やば。アンルシアは準備してるね、準備してるね。魔力覚醒だけやろう。できれば早読みもやりたいけど時間がない。攻撃チャンス。よし、もう一回メラガイア。ゾウマはおそらく無理だな。早読み入ってないもんね。よし、まあでもいいや。で、卑弥呼さん MP 回復。桃花さんも MP 回復しよう。で、ゾーマちょっと入れてみる。入るね。よし、このままゾーマ入れよう。もう赤くなってる。よし、これ持ったね、これ持ったね。やべ、死んだ。このタイミングではな。とりあえず魔力覚醒だけして、ちょっとタイミング的には遅かったな。マヒアでだけでも入れよう。もう一個は入んないからゾウまでいいや。オッケーで早読みして、レンズボール来てる。これバラリだけで受けるか。死んだよね。オッケーで魔力覚醒して、バダルさんは多分こっち側にいた方がいいと思う。多分こういう立ち回りをっていう意味だと解釈してるんですけど、どうなのかな。ちょっと MP 回復したいけど、ここはちょっと攻撃に転じようかな。ロストアタックいったね。じゃあこのまま攻撃開始続行。バダルさんとこ来るな。これ死んだかな。死んだよね。しょうがないな、これはしょうがない。もう一回衣盛ればな。とりあえずキリアさんの MP を回復しておこう。やばい、死んじゃった。よしよしよし、まあ全滅になりそうにはなってないんで、今回はまあいい方はいい方だよな。結構ね、全滅しそうになったりもするからね、この戦いでも。あ、やばい、これあれだ、魔力覚醒とかだな。これ向こう側に行かなきゃいけないな。あ、その前に死んじゃった。よし、衣持ったね、衣持ったね。いいよ。で、魔力覚醒だけはとりあえずしておいて、アンルシアがもう準備に入ってる。落とされんなよ、早めに入れて。あ、これやばい、死んじゃったかも。両方死んじゃった。攻撃の要がバラルさんと卑弥呼さんだからね、2人とも死んじゃったよ今。これ1個だけでも入れたいな。入んない、これ間に合わないかな。間に合ったかな。
ギリ入ったかな。入ったけど魔力覚醒してなかったからね、それほどの威力じゃなかった。まあしゃあない。よし、これ持ったね、これ持ったね、このタイミングで。あら、死んじゃったよ。よし、魔力覚醒して、頼む、暗殺者。よし、来た。もう赤くなってるからね。押し倒した、よかった。いやー疲れた疲れたよ。16分17分ぐらいかかってますね。疲れた、疲れたんで、ちょっとイベントちょこっとだけ見ますか。ちょっと小休止ですね、小休止。ちょっと水分取りながら小休止です。勝ったつもりじゃないよ。変身するの知ってるからね。